長老、ただいま戻りました。無事で何よりであった。レドの血を引く者の片鱗は確かなようだな。これでライダーさんの力が分かっただろう。まあアルマもいてくれたから百人力だったけどな。よかった本当に。だけどなんだか森の様子がおかしかったぞ。モンスターも気が立っているみたいだった。それは本当かアルマ。はい、ゼラード様、あの時と同じです。あの時、レドが村を救ってくれたあの時もモンスターたちが騒ぎ出した後に事件が起きました。まさかまた同じことが。ご心配には及びません、エナ様。周囲の警戒を続けましょう。いつでも出動できるようライダーたちを集めます。うん。事件って何のことだ？お前たちにも教えておかねばなるまい。レドも関係していることだからな。おじい様、私から話します。ああ、それがいい。事件の起きた場所に案内する。一緒に来て。俺がお供します。これからハルスガイ山へ行く。支度をしろ。なんだかよくわかんないけど、俺も行くぞ。着いたわ、ここよ。なんだこれ。気をつけろ。昔、地盤沈下が起きてこの穴が出現したの。奇妙な光が漏れ出して、辺り一面を不気味な色に染めていた。レドが村を救ってくれたの。奇妙な光って、もしかして、パコロ島で目撃された光と同じか？ええ、そうよ。ここで事件が起きたのは、ずいぶん前のことだけど。あれは、50年も前のことよ。おじい様、一体これは？
危ない、近づいてはダメ。大丈夫です。モンスターをレドと守りレウスが止めてくれた。レドがいなかったら村はどうなっていたか。そんなことがあったのか。光が発生して暴走したモンスターが現れてって、ハコロ島で起きたことと同じだな。ええ、その時はこの地で発生した異常現象に過ぎないと思ってた。でも違ったの。それを教えてくれたのもレドだった。数十年ぶりにレドがルトゥーにやってきたのよ。この村だけじゃない、各地で地盤沈下と光の現象が発生している。そうレドは言っていた。ずっと一人で調査を続けていたのよ。そうだったのか。みんなが気づく前からレドには分かっていたの。世界各地で大変なことが起きているって。これは…エナ様、アルマ、あの時と同じ。来るぞ。止めるんだ。行くぞ。ライドオン。
その調子だ。息が合うのかもしれないな。お怪我はありませんか、エナ様？ええ、平気。卵も。あのリオレイヤも暴走していた。どうして光が。おお、絆石がパワーアップしたぞ。アンジェラフの時と同じだな、ライダーさん。生まれたいって言ってる。本当か？もうすぐ生まれるのか？急いで村へ戻りましょう。